はい。それでは、メルペイテックフェスト2021ということで、データフローテンプレートを利用した宣言的なデータパイプラインという題で、私、永井の方から発表させていただきます。まず、簡単に自己紹介をさせていただきますと、私はメルペイの方で、ソリューションズチームというチームに、所属しておりまして、ソリューションズチームというチームが何をしているかと言いますと、このチームはプロダクト社内の、特定のなんかそのプロダクトを持つチームではなくて、いろいろなそのプロダクトを持っているチームに対して、技術的なそのお手伝いをやったり、あるいはその、共通してなんか困っている、困りごとを探して、それに対してその、何らかの役立つソリューションですね、その OSS として出すこともありますし、社内ツールとしてその提供することもありますけれども、そしたその社内の共通の、お役立ちのソリューションを、提供しているというような、お仕事をやっております。で、現在は、私はデータエンジニアという肩書きで、いろいろなその社内で共通で役に立つデータのパイプラインを、社内向けに公開して、作っておりますと。はい。今回そのアジェンダなんですけども、今回その私が課題として、取り上げたマイクロサービスという仕組みに対して、このデータ処理を行おうとしたときに、もろもろ発生するような課題について、説明させていただきます。で、次にその課題に対して、のソリューションとして、私の方で開発したメルカリデータフローテンプレートについて、どういうことができるのかといった、その紹介をさせていただきます。で、最後にそのメルカリデータフローテンプレートが、どういう仕組みで、動いているのかっていう、その中身についての、実質的な解説をさせていただけるかという流れで説明させていただきます。では、その最初の、課題として、そのマイクロサービス、におけるデータの処理の課題について、紹介させていただきます。で、マイクロサービスにおけるデータ処理の課題として、弊社のメルペイでは、いろいろな機能を、作るっているんですけれども、その際にその各チームごとがその独立して技術選定などを行って、それは API を通じてその通信をして、やり取りして、一つの機能を提供する、複数の程度を連携して提供するというようなその仕組みを、採用しているんですけれども、各チーム、マイクロサービスのチームごとに、柔軟にその技術選定とか、作り方、開発を進めるというメリットもあるんですけれども、いろいろなその問題ということも、発生することもありまして、特にそのデータ処理をやろうとした場合の、課題として、似たようなデータ処理を、別々に開発してしまいがちというのが、これはそのデータ処理に限った話ではないかもしれないんですけれども、データを、あるところからあるところに動かしたいとかっていった、各チームでちょっと違うけど、似たような処理をやりたいといったときに、それぞれその似たような機能を各チームごとで独立して質が、作ってしまうということがあって、コース、非常にもったいないということがあって、課題としてはその簡単な設定で動かせる再利用可能なデータパイプラインを、提供できるといいんじゃないかというふうに考えました。で、次の、問題として、マイクロサービスをまたいだデータ処理が、面倒になるということが挙げられていて、これは、マイクロサービス独立して、その機能開発をしていくんですけども、そのサービスごとに連携するときは、一般的にその API を提供して、その API を経由して、いろんなデータのやり取りなどを行うことが、一般的なんですけども、やっぱりその大規模なデータを、処理したいといったときに、その API を開発しないといけなかったりとか、あるいはその、アドホックにその一時的にちょっとキャンペーンとかでデータ連携をしたいといったときに、そのために、ゼロから API を作ったりすると、非常にコストがかかって、ちょっと時間かかって大変だという、問題があるので、そこでその、マイクロサービスを、またいだ、データを統合的に、処理するような仕組み、簡単にデータを連携して、処理するような仕組みが欲しいというふうな課題を、あるといろいろ便利なんじゃないかなというふうに、考えました。で、最初に、似たようなデータ処理を別々に開発してしまいがちということに関して、例えば、社内であるよくある例としては、そのビッグクエリに対して、そのクエリ結果を出して、それをスパナーに保存して使いたい。とか言って、その逆に対して、
です。まあ、これはなんかその、まあ、ビッグクエリ、弊社ではその、マイクロサービスのデータを、まあ、データ分析用にビッグクエリという一つの場所に集めて、データ分析をやりやすいようになっているんですけども、まあ、タイミングで、まあ、キャンペーンなどをしたいときとかに、まあ、そのビッグクエリで特定のなんかそのアクションを取ったユーザーに対して、まあ、クーポンを送るとか、まあ、いうようなことをやろうとしたときに、まあ、そのビッグクエリですね、まあ、マイクロサービスをまたいでデータを一旦ビッグクエリに集めて、そこからその、なんかその、ユーザーを、キャンペーン対象のユーザーを絞り込むクエリを書いて、それをまあそのデータになんかそのサービス、クーポン発行するためのまあサービスのアプリケーションデータベースとしてもスパナに保存して使いたいと、まあ、いったようなこととかあったりします。あるいはそのまあマスターデータとしてその外部の事業者から何らかのそのデータを CSV として受け取ったのをまあそのアプリケーションの使えるようにまあスパナに取り込みたいと、まあ、いったこともありました。あるいはそのまあ外部の業者さん向けに CSV としてまあ吐き出したいといったようなこともまああったりします。では、その、例えばその、あとはその、スパナーのテーブルの一部のデータを、まあ、別の用途で使いたいので、まあ、一部別のテーブルに取り込みたいといったようなことがあったりしますと。で、まあ、それ以外にもその、まあ、データソースとかシンクとかが、まあ、違う組み合わせごとに、まあ、データのやり取りの、組み合わせというのがあって、まあ、同じようなデータ処理だけど、まあ、スキーマがちょっと違うといったとか、まあ、そのデータの処理する内容がちょっと違うといったことで、まあ、それぞれ、いろいろなデータ処理を、まあ、個別になんか開発してしまうというような、ことが、まあ、発生してしまいます。というのがちょっと課題だと思います。あと、その、まあ、マイクロサービスをまたいだ処理が面倒という、まあ、例なんですけども、まあ、マイクロサービス、いろいろなサービスがあって、まあ、それぞれ別のいろいろなデータベースを、採用している、いるんですけども、まあ、その、別々のマイクロサービスから、まあ、一つにデータを集めて、まあ、結合したりしたりとすると、まあ、いろんなデータソースとかから、まあ、まとめてデータを持ってきたいっていうようなことを、まあ、作る必要があって、まあ、使われている例ですと、そのユーザーごとにその直近のアクティビティをなんか集計したいというようなことを、やろうとすると、まあ、それぞれのマイクロサービスが持っているデータベースから、まあ、それぞれ大量のデータを読み出して、ユーザーごとにその集計する処理を作ろうというようなことを、まあ、その、API 経由でやろうとすると、すごく、まあ、時間が、まあ、かかってしまいますし、まあ、一旦そのビッグクエリーに持っていった後、まあ、ビッグクエリーでその集計スケールを書くようなことをすると、やっぱりどうしてもその同期するタイミングで、まあ、一旦挟んでしまって、処理が遅れてしまうというようなことが、ありますと。で、さらにそのバッチだとまだやりやすいんですけれども、それなんかストリーミング処理でやろうとすると、まあ、さらに難易度が、上がってしまうので、まあ、こういったところさんが共通で使えるツールを使えると、非常に、まあ、便利なんじゃないかというふうに考えました。で、まあ、そのソリューションとして、今回のメルカリデータフローテンプレートの、まあ、紹介をさせていただきたいと思います。で、じゃあ、このメルカリデータフローテンプレートとは一体、まあ、どういうことができるツールなのかと言いますと、まあ、その、プログラムのコードを書かずに、簡単なそのモジュールですね、あらかじめ定義されたモジュールを組み合わせて、データ処理を、まあ、簡単に定義することができて、で一旦定義した、まあ、設定ファイルを、まあ、コマンドラインとかで、サブミットすると、それがその、まあ、クラウドデータフローのジョブとして、まあ、手軽に実行できる、ツールになっています。で、この例ですと、まあ、スパナー2つとビッグクエリー、これは、ま、それぞれマイクロサービスをまたいでいても大丈夫なんですけども、まあ、それぞれの、何らかのクエリを打った結果を、ちょっと1箇所に集めて、それをなんか SQL で何らかの処理をして、で、その結果を、ま、別々の、ま、スパナーのそれぞれのマイクロサービスのテーブルなどに、ま、保存するよう、というような処理を、ま、設定ファイルとして、ま、記述して、まあ、メルカリデータフローテンプレートを使って、ま、ジョブを実行してやると、GCP のそのデータ処理サービスであるクラウドデータフローのジョブが立ち上がって、まあ、実行されるというふうな、ものになっています。じゃあその具体的な使い方ですね。設定ファイルとしても何が定義できるのかっていうのを見てみますと、データの処理内容その右側にあるような感じで JSON 形式で、定義しますと。で、処理内容は大きく3つの種類に分けられて、そのデータの入力元であるのデータを取ってくる方法を定義するためのソースと、そのデータに対して何らかの処理を、まあ、行って、その処理の結果を加えてコーダに流す、まあ、そのトランスフォームというモジュールと、データを指定した場所に保存するためのシンクという、まあ、この3つの種類を組み合わせて、まあ、データ処理内容を定義するような形になっています。で基本的にはその、まあ、ソースからデータを読み込んで、まあ、トランスフォームで処理をして、結果をシンクにするというような流れで、処理を定義するような形になっています。で、書き方としては、ソースの中にネームという、ユニークになるような名前と、その、まあ、具体的に
処理内容を、まあ、定義されたそのびっくりとかそのモジュール名を指定して、まあ、そのモジュールごとに定義されたパラメータを埋め込んで、まあ、その名前をインプットとして、まあ、それぞれが参照して、まあ、呪術つなぎで処理を定義するような形になっています。で、これはその一つのモジュールの出力を複数のモジュールが利用したり、あと、まあ、トランスフォームは、省いたり、まあ、連結したり、まあ、かなり柔軟に、定義するようなことが、まあ、可能になっています。で、使い方なんですけども、で、実際にその処理の内容を先ほどの JSON で定義した後、まあ、これをまあ、手元でもいいんですけども、これをクラウドストレージとかに、アップロードして、で、このまあ、データフローの、起動するためのツールである、まあ、Gcloud コマンドで、そこの指定したパスと、まあ、あらかじめそのメルカリデータフローテンプレートをまあデプロイした場所を、まあ、それぞれ2つを示して、実行すると、まあ、データフローのジョブが起動するというような形で、簡単に実行できるような形になっています。で、まあ、事前に定義したモジュールですね。まあ、ソースシンクトランスフォームというのが、もともと定義されている。まあ、それを組み合わせて使う形になっているんですけども、まあ、組み込みでは今のところ、まあ、ここで、紹介したような、紹介するような、ものが定義されていて、まあ、クラウドストレージとか、ビッグクエリ、スパナー、クラウドデータストアとか、あと、まあ、JDBC 系列なんかための JDBC モジュールとか、まあ、ビッグクエリとか、ストリーミングデータ、メッセージを処理するための入出力として、まあ、パブサブとかを、まあ、サポートしています。で、処理内容としては、まあ、今回特にフォーカスしてしまう、その SQL で指定したデータを、まあ、処理するためのモジュールとしても、ビームシーケルとか、まあ、一つのデータを、まあ、何らかのキーで集計したり、まあ、JavaScript で、まあ、何らか処理したりするような、まあ、トランスフォームモジュールが、まあ、いろいろ、提供していますと。で、今回そのビームシーケルです。まあ、複数のモジュールから入ってきたデータを、SQL でまとめて処理するために、まあ、便利なビームシーケルについて、特に紹介したいと思います。で、ビームシーケルというのは、まあ、その処理内容ですね、いろんな処理内容があるんですけども、それをその SQL 形式で、定義して処理を実行するための、まあ、このアパッチビームと言われる、まあ、OSS のモジュールになっていますと。で、まあ、まあ、ビッグクエリとかスパナーコとか、その別々の種類のデータソースから読み込んだデータを、まあ、SQL で定義した処理内容で、まあ、結合をジョインしたり、まあ、加工したりして、使うこともできますし、あとその、まあ、バッチだけではなくて、まあ、リアルタイムに流れてくるデータに対して、まあ、その SQL で指定した処理を、まあ、実行するようなことも、できるようになっています。で、SQL で処理内容を定義できるので、まあ、非エンジニアの人でもやりたい処理を SQL で定義することができれば、まあ、その簡単にそのバッチでもストリーミングでも処理ができるような、仕組みになっています。この利用例をちょっと取り上げてみたいと思うんですけども、ここではそのそれぞれ異なる、まあ、マイクロサービスの、まあ、2つのスパナーテーブルに対するそれぞれ別々に打ったクエリと、まあ、ビッグクエリに対して打ったクエリを、まあ、ジョインして、加工して、まあ、別々のスパナーテーブルに保存するというような例で、これ実際社内に使われている例なんですけども、この例では、その、まあ、数千万レベルの、オーダーのデータを、だいたいその30分で処理、しています。で、下にあるように、その、SQL で処理を取るにしても、ビッグクエリから読み込んだデータと、スパナーから読み込んだデータ、それぞれ読み込んだデータを、まあ、それぞれそのユーザー ID で、まあ、ジョインして、あるテーブルになかったデータを別のテーブルがあった場合はそれを差し込むみたいなことをやっているんですけれども、こんな感じで SQL を使って別々のデータソースから SQL を使って簡単にデータ処理加工できるというような仕組み、使い方ができます。で、次の例はストリーミングの例なんですけれども、これは例としてそのパブサブでそのページビューのログが流れてきたときに、そのページビューのアクションの中で、あるページを見たという、まあ、ページが流れてきたときに、その URL ごとに、1分間ごとに、アクセスが、多いページを、なんかその、なるべくたくさん見せてあげたいような、いった場合に、まあ、こういうような SQL を書くと、そのストリーミング処理が実行できるというような例になっていますと。でこんな感じで、その PubSub から、入ってきたデータに対して SQL を書くと、まあ、集計して、高い順に、ページごとにそのアクセス数が集計されるので、使う側はまあそのスパナとかデータストアとかに保存して、まあ、高いところから優先的に出すような仕組みをまあ出してあげることもできます。で、データソース、まあ、ストリーミング処理でデータソースは一つだけじゃなくて複数のデータソースから処理をつなげることもできて、この例ですとその一定期間内に特
定のアクションですね、ページビューではなくて、ユーザーのアクションを、ユーザーごとに集計する場合なんですけども、そのユーザーのアクションがそれぞれ別々のそのデータソースから発生してくる場合に、まあ、それぞれのデータソースからデータを集めてきて、ユーザーの ID ごとに特定の時間ごとに集計をして、まあ、一定期間内に一定のアクションを、まあ、一定回数以上送った相手に対して、まあ、ニアリアルタイムに何らかのそのアクション、クーポンを、まあ、発行したりみたいなことをやる場合でも、まあ、こんな感じで、まあ、SQL が結合することによって、まあ、簡単に定義実行できるようなことができますと。で、ストリーミング同士だけというわけではなくて、まあ、その、固定データとストリーミングデータを結合することもできまして、全ユーザーではなくて、あらかじめ定義しておいた、ホワイトリストに入ったユーザーに対してだけ、まあ、その、一定期間内に何らかのアクションを起こしたユーザーに対して、まあ、何らかのアクションするような場合も、簡単に書くことができて、まあ、このように、その、ストリーミングではなくてバッチで使えるような、ビッグクエリーとニアリアルタイムに流れてくるパブサブのデータを MySQL 使って結合することもできて、そうするとそのビッグクエリーから読み込んだデータは起動時に全部読み込んで、まあ、とどまり続けて流れてくるデータに際して、まあ、その差を指してデータを差し込むようなことができるようにもなっています。あと、まあ、それ以外にもそのストリーミングとはちょっとのバッチのちょっと間としてはマイクロバッチもまあできるようになっていて、ビッグクエリーとかスパナーに対して、まあ、定期的にクエリを実行して、まあ、さっき言ったその SQL などを使って、まあ、リアルタイム、ニアリアルタイムにストリーミング処理をすることも、まあ、できるようになっています。はい。ここまでその、まあ、どういうことができるかという、メルカリのデータフローテンプレートの使い方について紹介だったんですけども、ここからはちょっと仕組みについて、紹介していきたいと思います。メルカリデータフローテンプレートの、構成としては、先ほどちょっと簡単に説明したそのクラウドデータフローという、Google のデータ処理のためのマネージドサービスを使っていて、そこでそのフレックステンプレートという、その再利用可能な、まあ、フレームワークを使って実装しています。で、まあ、そのクラウドデータフローとは、まあ、何ぞやといったところになるんですけども、まあ、クラウドデータフローというのは、その、アパッチリームという、プログラミングモデルを提供する、されている提供モデルを使っていて、これはその、バッチ処理とストリーミング処理を、まあ、同じコードを使いまして書けるような、書けるためのフレームワークになっています。で、アパッチリームを、使って書いたコードは、まあ、分散処理フレームワークとしては有名な、その、アパッチスパークとか、まあ、アパッチフリンクみたいな、フレームワークで、まあ、動かすこともできますし、GCP であれば、その、クラウドデータフローという、このマネージのサービスで動かすことができます。で、スパークとかフリンクですと、その、まあ、その分散処理フレームワークを動かすためのインフラを自前で用意したいといけなかったりするんですけども、クラウドデータフローで動かす場合は、そのインフラとかも、ジョブをサブミットすると、自動でその必要な分が立ち上がって、ジョブが終わると、消えてくれるというような、非常に使いやすい形で使えるためのフレームワークになっています。で、メルカリデータフローテンプレートも、まあ、ここで紹介したそのクラウドデータフローで、処理を動かすためにアパッチビームというプログラミングのフレームワークを使って、記述されています。で、で、データフローを動かす際にそのフレックステンプレートという、仕組みを使って動かすように、実装していまして、で、まあ、フレックステンプレートというのは何かと言いますと、まあ、その、分散処理のプログラムを動かすときにそのプログラムを書いて動かすんではなくて、あらかじめそのデプロイしてあるものに対して使いたい人が、まあ、動かしたい条件を指定して、指定してやると、まあ、プログラムを動かす環境が手元になくても、まあ、簡単に動かすことができるような仕組みになっています。ですので、まあ、その、実行時に何らかの処理をしたい人は、そのコンフィグファイルを書いて、あらかじめデプロイされてあるメルカリデータフローテンプレートに対して、この設定ファイルに基づいて処理をしてねっていうふうに、まあ、指示を送ってやると、それに基づいて、先ほど説明したクラウドデータフローのジョブが、起動するというふうな、まあ、使い方になっています。はい。で、じゃあ、そのメルカリデータフローテンプレートを、まあ、やってる内容としては、先ほど説明したようなそのコンフィグファイルとして、やりたいデータ処理の内容を JSON 形式で、定義するんですけども、この JSON ファイルを実行、動かしてくれというような、ユーザーからのリクエストがあったときに、この JSON ファイルを、まあ、パースして、
そのビームの処理に従ったプログラミングを実行時に組み立てるような形になっています。で、右下側のところにあるような、ビームを、プログラマが書くとこんな感じで、そのパイプラインでその、ビッグクエリーからデータを読んできて、このクエリで読んできて、それに対して、その SQL でこういう加工をしてくれる。で、その結果を、スパナーに対して保存してくれっていうのは、この、呪術つなぎに書いたりするんですけども、それをそのメルカリデータフローテンプレートでは、実行時に JSON ファイルからこのプログラミングを、組み立てて、情報をサブミットするようなことを行っています。はい。で、じゃあその、こういったやる仕組みを作る上で、解決しないといけなかった、課題として、そのビームシーケルなどで、その一部の処理では、スキーマーがどうしても必要になって、くるので、その処理に沿って、スキーマーを伝播される仕組みを、作っています。必ずその、ビームの処理を組み立てる際に、データを読み込んでくる、データソースから、スキーマーを取得して、コーダーにすべてちゃんと、その時々のスキーマーがちゃんと正しく伝播するように、処理を行って、ます。で、スキーマを伝播させることによっても、スキーマが必要な処理、も実現できますし、あとその、どっかのテーブルに書き出したいときに、そのスキーマに基づいてテーブルがなかったときはあらかじめ作ってやるというようなこともできますし、スキーマ、アブロとか、パーケとか、スキーマが必要になるようなファイルも、書き込み先として、対応できるように、なります。で、いろいろなデータソースからそのスキーマを取得するときに、方法として、例えばそのビッグクエリとかですと、任意のクエリ結果から、スキーマを持ってき、たり、スパナーとかからでも、クエリ結果ですね、アナリーズクエリなどをして、実際にクエリを実行するんじゃないんですけども、そのジョブを実行する手前で、ビッグクエリとか、スパナとかのドライランモードに近いモードで実行して、スキーマを取得して、あらかじめそのスキーマが確定した段階で、初めてジョブをサブミット、するような、仕組みになっています。で、どうしてもそのスキーマがわからないような、スキーマレスなデータベースとか、ファブサブソーブがシリアライズされたデータが渡ってくるような場合は、ユーザーが明示的にスキーマを渡して、動かすような仕組みになっています。で、いろんなそのスキーマを扱う際に、データソースとシンク、いろんな種類があって、ビッグクエリとかスパナーとか、データストアとか、いろんなファイルフォーマットがあるんですけども、そこでそのデータをやり取りする上で、どうしてもそのデータを、スキーマをそのそれぞれの、フォーマットに変換する必要が、ありますと。で、愚直にやると、その、組み合わせごとにそのデータを変換するための処理を、書く必要があるんですけども、賢くやろうとすると、なんだか一つ、その、共通フォーマットを定義して、必ずそのフォーマットを、経由して、データを、流すような仕組みが、理想的だと思って、当初その仕組みを、実装しようとしてたんですけども、やっぱりどうしてもその、なんだかのフォーマットに変換するときに、一段その余計なシリアライズが、走ってしまうので、規模のちっちゃいデータだと問題ないんですけども、どうしても大きいデータを扱おうとすると、そのシリアライズでシリアライズするときのオーバーヘッドが大きくて、1億件とかのデータで、その1000行とかあるようなデータだとすると、10倍以上時間がかかってしまったりするようなこともあって、弊社だとどうしてもその大きいデータを扱う場合が多いので、こう、泣く泣く、その、愚直に、本当に必要となるまでデータのフォーマットを変換しないで、必要となったときにその全部の組み合わせに対応できるような仕組みを実装しています。はい。ここまでで、終わりにということになるんですけども、ここまで今ある機能を紹介してきたんですけども、ここから、開発予定、提供したいと思っている仕組みとしては、そしてソースとかシンクとかで、テストとかを行う際に、何らかのダミーデータ、性能テストとかやりたいときは特にそうなんですけども、ダミーデータで、このスキーマに沿ったデータで、性能試験をやりたいから、スキーマのテーブルにこのスキーマに沿ったデータを100万件とか1000万件入れたいって言ったときに、そのダミーデータ、指定されたスキーマから、そのダミーデータを生成して、突っ込むための、ダミーモジュールであったり、ただその、ファイアストアですね。今はデータストアとかしかまだ対応してないんですけども、このクラウドファイアストアから、データを入手力できるように、したいといったことがありますと。で、それ以外にもそのトランスフォームとして、流れてくるデータで、データベースからデータを読み込んできて、特定のフィールドの URL、紐付く URL に対して、HTTP リクエストを送って、その結果を、JSON とかで返ってきた結果を、パースして、
ですかね、ファイルダウンロードしたりとかして、まあ、その特にあるフィールドに入れて、まあ、講談に送りたいみたいなパターンもあったりしますし、あとその機械学習用途に対しても、応用を広げていきたいと思っていまして、まあ、その機械学習とかでよく使う、その、オニキスという、予測モデルを、まあ、いろんなところで使えるための仕組みがあって、そのファイルを、あらかじめその学習したモデルをオニキスモデルにしておいてもらえれば、データのパイプラインを動かすときに、そのファイルを読み込んで、流れてくるデータに対して予測結果を付与して、講談に送るっていうのを、まあ、そのプログラムを書かずに簡単に設定で動かせるようにしたいと。もう思っていますし、あとその、まあ、オート ML みたいな、その、予測のエンドポイントを立ち上げて、そこに対して、まあ、リクエストを送って予測結果を移植して、まあ、講談に一緒にして流すみたいなことも、作っていきたいと思っています。あとはその、それこの手の処理をするときに、デバッグが非常に大変になって、まあ、データフォルジョブって立ち上げても、どうしても1、2分くらいのオーバーヘッドがいて、動作確認が結構大変になるという問題も今明らかになっているので、そこはまあ、そのローカル環境で、手元のドッカーで、設定ファイルを立ち上げて、実際にちゃんと動くかっていうのを、まあ、簡単に試すような仕組みっていうのを、まあ、整理していきたいと思っています。ここで紹介したそのメルカリデータフローテンプレートは、その OSS として、公開していますので、興味ある方はぜひ触っていただけると嬉しいです。プロリクエストとかフィードバックとか要望など、気軽にいただけると、助かりますので、よろしくお願いします。はい。これまで、私からの発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。